おもちゃ王国にやってきました。北区を飛び越えて加東市ですね。おもちゃ王国、おもちゃ王国、おもちゃ大好きみたいな歌なかったっけ。さあ今日はですね、北区生活第2部みたいな感じですね。今日はですね、大御宿本陣跡というここに来てます。ここはですね、映画流浪に剣心、ルロケンのロケ地になった場所ですね。佐藤健さんとか高橋一生さんが来たという、それだけでシンパシーを感じてます。こんにちは、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ここの管理をされてる、竹野さんです。はい、竹野さん、はい、大御の竹野さんです。はい、よろしくお願いします。まずこの、はい、大御宿本陣跡、はいはい、ここはどういったところなんですかね。もともといわゆる、まあ、あの江戸時代とかに大名さんが、うん、あのまあ、お殿さんとかな、はい、あの有馬温泉に行かれる時に、はい、まあ、宿泊をここ、まあ、宿泊場っていうかな、まあ、今でいう旅館とかホテルっていう位置づけでここで宿泊されて、翌日有馬温泉に行かれるっていう、まあ、お宿、大名行列が寄ってたお宿ですか。そうです、そうです、まさにそうです。休憩しようかですね、うんうんうん、まあ、高級旅館です。これってこう全部中のやつはやり替えたりしたんですか。全くもう当時のままで、まあ、あの電灯、電球って言うんですかね、電球とかは新しくさせてもらう、うん、照明はね、うん、でここはここがちょうど、お昼ランチをしてまして、うん、それをランチを作ってる厨房、で今ちょうど中でちょっとスタッフが、うん、ここいろいろ作業してますけど、ご飯やってますか。ランチ食べれます。ランチ、はい。でここのね、しつらえがもうね、見てください。これピアノも置いてんのよ。あ、弾けますよ、ピアノこう弾いていいんだって。あ、もちろんもちろん、ちゃんと、ほら、はい、ほらほら、めっちゃいいやん、ほら、あ、昔の井戸、ね、井戸やね、井戸、うわ、めっちゃいいな。ちょうどまさにその後ろの柱が高橋一生さんが、これ、あ、そうです、そうです、こう、そんな感じです。一生ショット、はい、一生です。ここでちょっとね、急なんですけど、僕この北区に来た時に何も足がなくて自転車を貸してくれた人がいるんですけど、北信区役所の原田さんっていう人なんですけど、原田さんいるんですよ今日。原田さんでーす。原田さん今日来てくれましたね。まあ、原田さんにね、はい、ご紹介いただいて、この本陣にも来させてもらいましたけど、黄金もほんまええとこいっぱいありますね。いや、うまいとこですよ。他にもいろいろあるんで、またぜひ回ってください。わ、はい、かりました。挨拶を出たら一人にまっすぐ一番の黄色ちゃうな。改札を出たら谷上の駅の近くの、すぐ近くのラムのパクパクというお店のたこ焼き、100円ですよ。100円で6個、大きいですね。しかもね、たこものちゃう、たこはみ出てる、タコはみ出てる。いただきます。うまっ。こんな大きくて美味しいタコ焼き100円安ない、考えられん。安い、これ100円安いわ。うん、ついてるね、誰かが教えてくれてたのね、覚えてたからね。新しいお家のオーナーのキュウリにクレイジーソルトをかけたもの、そして新しいオーナーのナスを焼いてクレイジーソルトをかけたものです。うん、星見えてる、みんな上に星あんねんけどな、全然見えへんな。写真には映らないっすね、これ。あ、映ってる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 、よかった。はい、榊原真理です。聞いてないのに自分で言うスタイル。私は、はい、70引く、はい、70引く、はい、はい、産地は、はい、畑町、はい、畑町、いいとこですね。いいとこです、いいとこですよ、畑町、ね、は初めていうか、まあ、通ってはいたんですけど、畑って書くのはね、漢数字の8に多い、末広がりが多いんですよ、はいはい、そうです。僕6月8日生まれなんですよ。
あんまり関係ないな。八やん。神社も、はい、あるということで、こちらをちょっと園長先生にご案内いただくと。はい。血の輪くぐりからされますか。これ血の輪って、はい、これどういう意味があるんですか。罪汚れ、4月から半年間ね、まあ、ずっと今まで1月から半年間の罪汚れとか赤を落とします。うわぁ、汚れまくってるから。そう、罪汚れを落とします。そして、ね、唱え言葉がありますので、みなずきの名越しの払いする人は千歳の命のぶというなり。思うことみなずき寝てと朝の葉を切りに切りても患いつるかなって。こっちね、左行ってで右行ってで左行くと看板に庶民将来、庶民将来。羽田神社、結構ね、本当にあの有形文化財に指定されてますので。あ、この鳥の声と風の音がいいですね。この、あの名湯、名湯小鍛冶のね、小鍛冶三女、この小鍛冶の宗近ですか、名湯ですけど、この刀鍛冶さん、あります。刀あるんですか。内緒か。預かってます。あります。内緒ってもう YouTube でもあります。旗を一回に預かってます。良い子になります。良い子になります。と言って、お礼します。良い子になりましたか。いい、でもあの非常にいい保育園の子供たちと、いい先生たちと、そして、ね、園長先生のいいお話を聞きました。まだ締めさせてくれません。ググ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 グファームサーカスとか5時で終わりなんですけど、いやいやって言って開けて終わりですよ。無理すぎ、開けてって終わりって言ったら終わりですけど。ここは何があるって、まあそのみんなが思ってる道の駅の感じとちゃうねん。なんせね、おしゃれなんですよ。ほらほらほら、めっちゃおしゃれ。ほらもうなんかポップとか並べ方とかもおしゃれですよね。手作りピクルス、キッピーキッチンのキッピーキッチン誰、ね、知らんけどいいっすね。そしてなんといっても道の駅やから野菜がいいっしょ。スイカもあるわ、夏ですわ。見た、アーモンドバター出た出たよ、これだ。平日限定、平日限定だこれ。いや、ほんまや。ヒヤヒヤ、ファームサーカスオリジナル。やっぱこのここのオリジナル飲むも買えなくなりますよね。何イチゴミルク飲むの、何これ。牛乳とは混ぜるだけやって、え、どうしよう、え、うわアイスバーイチゴ、え、しまった、買ってないやんけよ。マジか。沢のつる、あ、これ売ってるやん、これ美味しいよ。ああ、買いそびれてしまった。あっ、あ、うわぁ出たよ、来た。ここ来たら会えるかなと思ってたら会える人です、吉田さん。いや、もう帰宅好きって言ってたから絶対来るんかなと思ってたんですよ。はい、来ました、待ってます。吉田さんは、はい、どこの吉田さんなの。ここはもうあのファームサーカス、これか、はい、ファームサーカスの皆さん、これね、フルーツフラワーパークもあるここで、ようイルミネーション、ああ、そうです、中でそう、はい、見に来たりしてたんですよ。ここやっぱファームサーカスで、まあ、ここはちょっとちゃいますよね、はい、まあ、結構ね、道の駅の直売所とかって朝にバーって野菜なくなっちゃうんですけど、そう、行ったらあんまないねん。なんかこうでっかいこんな木の枠にちょっとしかないで、おいって何ありますよね、全部。ここはね、やっぱりあのアウトレットの帰りのお客さんも結構寄ってくださるので、ああ、そうか、神戸、あの、イオンモール神戸北かとかもあるし、
アウトレットもあるんで、その帰りに来てくれるんで、極力もう昼からも夕方もなくさないようにって言うて、農家さんがいっぱい昼からも持ってきてくれるっていう。まあ、三男もほんますぐ隣やん、そうやって考えたら ね、来やすいっすよね、ここね、はい、だって高速道路から車で行ったらそのまま来れるんですよ、この病院でね。すごいなそんなとこある？まあこんなとこでもいろいろ本もあって、全部もう回ってるとちょっとそうですね、多分スマホが熱くなるんでちょっと難しいかなと思うんですけど、まあ今日はここだけ、まあ、あとはまた皆さん来ていただければ、ぜひ有名なところですね、面白いところなんで来ていただければですけど、せっかく吉田さん来ていただいたんで、吉田さんからも宣伝あればなと。はい、あともうこの北区西区は結構神戸の農村エリアなんですけど、ここで農村、神戸農村スタートアッププログラムっていうのを、まあ、あの神戸市主催でやってます。それ何ですか？これはその神戸のこの農村エリアで何かビジネスをやりたいだとか、何かやりたいっていう人たち、今日意外とこの辺でやろうとするとこう法的な問題だったり、市街化調整区域っていう、まあ、そういう区域だったりするので、結構いろいろ難しいんですよ。あ、そうなんですか。あ、その別に農家さんになるわけじゃなくても、でもなくても何かビジネスやるとしたら、なんかいろいろあるんですね。そうですね。それを結構このプログラムの中で紐解いて、いろいろ教えてもらえるっていう。はあ、だからここでこんなやりたいやったら、こういうとこ行ったらいいよとか、そうです、ね、こういう人と知り合いでやったらいいよとか、ここに許可取ったりっていう。あ、そうです、ね、あ、なるほど。そんな感じで、ちょっと企画で商売考えてますからね。まあ、ちょっと一君と有馬に来ています。めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいい、いい感じ。すごーい、すげえすげえ。瑞宝寺公園来た。癒しの森はあくまで自然の森であり、急な坂や川の中を渡る場所もあります。山行きに適した服装、靴でお楽しみください。おー、これいいですね。これめちゃめちゃいいですね。温泉に向かっていきたいと思います。なぜなら温泉に入りたいからです。炭酸を入れるんですよ。へえ、これ飲めるんですよね。あ、飲むことができます。でこれに砂糖を入れたサイダースは。あ、なるほど。ほんまっすか。すごくない？ほんまや。ほんまに炭酸やん。すごいっすね。いい顔すんな。出てけ。ドラクエにおる。出てけ。ドラクエにこやつおる。聞きたいことあるんですけど。なんじゃ。この炭酸ってこれなんか加工してるんですか、これ。ほんまに天然で出てるんですか、これ。ここから湧き出てます。キャラ捨てたよ。銀の湯。ここでじゃあ入っていきます。岡林。エコールというところに来ています。熊谷達郎です。で今日は、鍵盤の一君、サーカスフォーカスの一君、一です。岡場駅のエコールというですね、ここに来てまして、このショッピングモールにも立派な、見せようか、でっかいピアノがあります。文化ホールにあったピアノらしくて、50年現役で使われてた、コンサートホールでも使われてたピアノがここに置いてあるということで、神戸市のストリートピアノは歌ったり合奏したりしてはいけないんですけど、特別な許可を得ました。一曲歌いたいと思います。いちくんといる時しかできないバージョンのお風呂に入れようという曲があるんで、それを歌いたいと思います。僕は思い出す。 Hey!
初めてのギター買ってくれたし、thank you.